聞いてください。人形町へ帰ろう。地下鉄降りて階段登れば雪が降る花が僕の街あの酒よと今日黄金通り隅田川からの風が回るあの人の店はまだあげるんだろうかお疲れ様こんなに笑顔を迎えながら帰ろう
せていただきます。14時30分になりました。人形町祭り第3回の人形町祭りにご来場いただきまして誠にありがとうございます。この後16時まで、ありますのでね、ゆっくりまだ遊んでいっていただければなと思います。この時間はですね、人形町にゆかりのある方をご紹介してまいりたいと思います。ギタリストの種田博之さんなんですが、ちょっと私の方からいくつかご紹介したいなと思っています。種田さんは人形町在住にもう13年いらっしゃるそうです。スタジオミュージシャンとして演奏活動をされていらっしゃいまして、坂本冬美さんですとか石川さゆりさん、また嵐、KAT−TUN、 あと平成ジャンプなど様々なアーティストの皆さんのレコーディングやツアーサポートなど幅広くご活躍されていらっしゃいます。人形町少年付近でですね、毎朝休まず12年間にわたってですね、製造活動されていらっしゃるそうですよ。お会いした方もいらっしゃるかもしれませんね。中央区長からも感謝状を受けられたということです。日本で最も活動歴の長いロックバンド、センチメンタルシティロマンスに加入されていらっしゃいまして、今年で結成50周年を迎えられたということです。そのツアーでは人形町へ帰ろうを各地で演奏されていらっしゃったということです。それでは種田博之さん、じゃあバトンタッチしたいと思いますので、大きな拍手でお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、種田博之です。もう本当すごいいっぱいいただいてありがとうございます。今年も、このようなこの街の中で、音楽を皆さんと、一緒に楽しめることが本当に嬉しいです。ありがとうございます。人形町へ帰ろうという歌なんですけども、たまに人形町へ帰ろうじゃなくて行こうだったらいいのになっていうご意見をいただくことがありますけれども、トニー・ベネットさんの、I left my heart in San Francisco、 思い出のサンフランシスコっていう歌があって、やっぱりサンフランシスコ好きだな、サンフランシスコへ帰ろうっていう歌になんですけれども、サンフランシスコへ行こうとかそういうね、詩は一切ないのに、それを聞いて、あ、サンフランシスコに行ってみたいなと誰もが思うと思うんです。この人形町へ帰ろうも、そういう、芸術としてのそういう役割を担えたらなと思います。この曲が人形町の発展のために、少しでも、役立てば嬉しいと思います。あと、ミュージックビデオを YouTube にアップしておりますので、ぜひ検索して、ご覧ください。何か質問はありますか？ないようでしたら、